こんにちは、メルルーサ丸岡です。 iPad のキーボード選びって結構沼だと思っていて、 iPad 単体で使う場合だったらこんな感じのね、 Apple から出ている純正キーボードがかなりハイレベルなので、私もね、 iPad Air とか iPad Pro の場合は今はマジックキーボードをメインで使っているんですけど、自宅で PC を使いながら iPad も操作したい場合、やっぱり両方を同時に操作するんであれば両方に寄り添えているキーボードが欲しいところですよね。そんな自宅での iPad 用キーボード選びってなかなか難しい分野なんじゃないかなと思うんですけど、私の中では一つこれが正解なんじゃないかなという感じで1年半ぐらいですかね、使い続けているキーボードがあるので、今回はね、ぜひ皆さんの参考になればというところで紹介していこうと思います。はい、そのキーボードがこちらなんですけど、こちらがロジクールの K780 というキーボードなんですね。実は購入してすぐにもうこの K780 のレビュー動画を出しているんですけど、そこから1年半経った今でもかなり定着して愛用しているキーボードです。最初に言った通り PC と iPad ですね、 PC とタブレットを併用する人には本当におすすめできるキーボードなんじゃないかなと思うので、今日はね、こちらを長期使って改めて感じたメリットデメリットみたいなところをお伝えできればなと思っております。はい、といったところで早速本編に入っていこうと思うんですけども、もしよかったら皆さんもね、家用のおすすめ iPad 用キーボードがあればコメントで教えてください。はい、今回は私のおすすめキーボードロジクール K780 についてですね、いってみましょう。はい、ということでまずはこの K780 の概要というか、どんなキーボードなのかというところを見ていこうと思います。まずこの K780 は皆さんね、もうよくご存知だと思うんですけども、ロジクールという超有名ブランドから出ているキーボードですね。この K780 はここに10キーがついている、いわゆるフルキーボードと呼ばれるものになっていると思うんですけども、この10キー付きのキーボードの中でもかなりコンパクトな作りになっていて、一般的なというか通常のキーボードのような、このキーボードと10キーの間にあるページアップページダウンとか、そのあたりのキーが省かれている状態になっていて、こういったノートパソコンのような10キーレスタイプのキーボードのすぐ横に数字キーがあるというタイプになっていますね。なので普段 iPad 用のマジックキーボードとかスマートキーボードフォリオとか、あるいは MacBook なんかを使っているユーザーもすぐにね、入りやすい馴染みやすいキーボードなんじゃないかなと思います。でキー配列に関しては Mac、Windows 両方に対応した形になっているので、どちらのユーザーでも OK という感じですね。例えばこの部分ですよね、 Alt キーとコマンドキーが線で分かれているような感じになっていて、これは Windows と接続した時にはオルトキーになって、 Mac と接続した時にはコマンドキーですね。もちろん iPad でもコマンドキーという感じになります。そんな感じで Mac ユーザーでも Windows ユーザーでも、あるいは iPad ユーザーでも使いやすい配列になっているんじゃないかなと思います。さらにこのあたりのですね、記号周りの白い文字とグレーの文字を見てほしいんですけど、これね、白い文字が JIS 配列用になっていて、灰色の文字は US キーボード用の印字になっているんですよね。なのでかなり幅広いユーザーに対応できるキーボードなんじゃないかなと思います。でそれでこのキーボードがね、他のキーボードと最も違う部分で言うと、ここですよね。ここが何かというと、はい、なんとタブレットスタンドになっているんですよね。ここにタブレット用のスタンドがついていて、なおかつ 1,2,3 台までペアリング可能なキーボードになっているので、例えば Mac、Windows、iPad なんかでキーボードを変えることなく使うことができますし、それだけじゃなくてこのね、幅っていうのが結構広くて、これ 12.9 インチ iPad Pro なんですけど、こっち側に寄せてあげればこんな感じでもう1台 iPhone を置くこともできるので、ここに置いてある3つで言うと Macと iPhone と iPad の3台につないで使うこともできてしまうんですね。これがね、この K780 の最大の特徴ですね。ちなみにバッテリーは単三電池を使っていて、バッテリー持ちが約2年というね、恐ろしい電池持ちを誇っています。接続方法は Bluetooth とユニファイングという USB レシーバーを使った USB Type A 接続になります。なので Bluetooth に対応している機器と対応していない機器両方に使うことができるし、両方を行き来することもできますというね、ロジクールならではのかなり多機能でいて使いやすいキーボードになっているんですよね。はい、といったところでこのキーボードが一体どんなキーボードなのかという話をしてみたんですけども、じゃあ実際ね、実用面でどんなところが良かったのか、なぜそんなに気に入ったのかというところをお話ししていこうと思います。ただ1年半も使い続けていると、同時にね、ちょっと気になる点とか、ここもちょっとこうした方がいいんじゃないのみたいなところも出てきているので、そんなね、気になる部分についても後半の方でお話ししようと思います。まずは良かった部分からお話ししていこうと思います。
はい、まず良かった点なんですけども、なんといってもやっぱり最初にお話しした通り、タブレットやスマホでの使用を想定したこのスタンドですよね。普段は私はこの iPad Pro 12.9 インチをデスクトップ用のモニターですね、モニターの隣にこうマグネットスタンドで取り付けているという状態なんですけど、基本的にはそこからユニバーサルコントロールを使ってこの iPadOS を操作したりだとか、サイドカーを使ってサブ画面にしたりだとか、そういった運用をしています。ただディスプレイの横でスタンドで設置するというやり方は、ユニバーサルコントロールとかサイドカーとか、そういった Mac の補助的な用途でいうと最高に使いやすいんですけど、この iPad 自体に入っているアプリをがっつりと使いたいだとか、あとはね、手書きですね、ペンシルで手書きをしたりする場合に、モニターの横のスタンドにつけている状態って割と使いづらかったりするんですよね。とはいえ、一旦スタンドから取り外して iPad 用のねマジックキーボードとかをもう一回つけてっていうやり方はちょっとだけめんどくさいというか、かなりめんどくさいんですけども、あんまりスマートじゃないし、机の上も結構圧迫してしまうので嫌だったんですよね。そういったところがこの K780 があることによって、スタンドから取り外してこのまま iPad をこの K780 のスタンドに立てかけることで、すぐに iPad メインの作業環境が出来上がるんですよ。これはかなり楽ですね。スタンドから取り外してここに置くだけで済むので、キーボードをこうずらしたりいろいろしなくていいので、すごく楽なんですよね。さらにさっきも言った通り、複数のデバイスのペアリングにも対応しているので、例えばね、 Windows ユーザーの人だったりだとか、私だったら Mac の電源を落としていたりだとか、そういった場合でユニバーサルコントロールを使えない場合でも、ボタン一つで iPad とのペアリングに切り替えることができるので、このあたりもね、このキーボードを気に入って使っているポイントですね。他にもね、地味なところではあるんですけど、このキーボード自体は実配列なんですけど、最初にも言った通りね、 US 配列として使った場合の記号キーですね、その場所もうっすらと表示していてくれるんですよね。ここに関してはね、 K780 のメリットというか iPad のデメリットになってくるんですけど、 iPad ってね、現状は純正の Apple 製のキーボード以外だとほとんどのキーボードで実配列として認識してくれないんですよね。今もね、こんな風にハードウェアキーボードの項目だと自動 US と表示されていますよね。これがどうやっても今のところ実にできないんですよね。ということで、一般的なサードパーティーの実キーボードをつないでしまうと、日本語を打つ場合なんかは問題ないんですけど、カッコとかね、伸ばし棒とか記号の位置がちょっとずつ変わっていてしまって、なかなか煩わしい感じになるんですけど、そこをね、配列自体はやっぱり US として認識されてしまうんですけど、そこを知ってか知らずか、こんな感じでね、あの US 用の印字もしていてくれるので、これがね、非常にありがたいんですよね。はい、といった感じでですね、ペアリングの切り替えとかスタンドとか US 用の印字とかで、すごく iPad に対して考えられたキーボードなんじゃないかなと思っていて、それでいてね、タブレットを持っていない人なんかも全然満足できるぐらい PC との親和性もいいキーボードになっているので、そんなね、ユーザーの用途をかなり想定して作り込まれているキーボードなんじゃないかなと思いますね。はい、続いてですね、1年半使って未だに使うたびいいなと思う部分なんですけど、このキーボードね、しっかりとした重量感があるんですよね。この重さに関してもね、このタブレットスタンドの部分が一役買っているんですけど、この部分が横から見ると当然ね、スタンドとして iPad を支えるために、ここが三角型になっているというか、かなり質量が大きい状態になっているんですよね。さらに素材自体も結構ね、ゴム系の樹脂というか、結構しっかりとした材質になっているので、重たさがあるんですよ。この幅の中心ぐらいに指を当てて持ち上げると、向こう方向に倒れていくような、そんな感じですね。そんな実際の重さと、あとは奥寄りのですね、重心があることによって、こうキーボードを打ち込んでいたりだとか、それからマウストラックボールを使っていて手が当たってしまった場合なんかに全然ずれないんですよね。やっぱりこういう薄型キーボードですね、パンタグラフ式のキーボードって軽くて持ち運びやすいのは利点ではあるんですけど、使っていくうちに位置が変わってしまったりだとか、あるいは強めに手をぶつけてしまったら簡単にずれてしまったりだとか、そういう場面がちょくちょくあったんですけど、このキーボードにしてからね、本当にしっかりと机に固定された状態で使うことができています。 iPad 用のキーボードとして使う場合には、さらに重たいものがここにのしかかるので、全然ずれないという感じになってくれて、すごくありがたいですね。やっぱりね、キーボードって作業中は常に触り続けるものじゃないですか。小さなストレスがね、積み重なっていって大きなストレスになるようなものだと思うので、そういうプチストレスからね、解放されたのもかなり大きいなと思っていますね。はい、続いてなんですけど、これはね、個人的な感覚のお話になってきてしまうんですけど、この K780 って iPad の純正キーボード、特にスマートキーボードフォリオと打ってる感覚が似ている気がしています。スマートキーボードフォリオ自体はね、私はもう手放してしまっているので、ここで比較することはできないんですけど、あのスマートキーボード
キーボードフォリオの打鍵感って私かなり好きだったんですよね。マジックキーボードをね購入する資金でちょっとね泣く泣く手放してしまったんですけど、スマートキーボードフォリオのキーの特徴で言うとちょっとね感覚があって丸っこいタイプのキーになっているという部分と、それ以上にね私が最も特徴的だと思っている部分がキーを打った時にコツコツと真下に降りていくような感覚があるんですよね。これね MacBook Air なんですけど、こういうタイプのキーボードってやっぱり端っこを触るとこう斜めに倒れていくような感覚があるんですけど、まあ、そのね斜めに倒れていく感覚自体は別に悪いものじゃなくて軽やかに打てるという意味ではいいんですけど、この丸っこいキーボードが真下にコツコツ下がる感覚というか、そういう部分がねスマートキーボードにすごく似ているなと思っていて、でこの感覚ってスマートキーボードフォリオほどはないんですけど、マジックキーボードにもある感覚で、まあ、iPad 純正キーボードの一つの特徴かなと私は思っているんですけど、なので普段 iPad でよくね純正キーボードを使ってタイピングをするという人もものすごく馴染みやすいキーボードなんじゃないかなと思っています。はい、続いてこのキーボードの私が推したい部分としては、このキーボードね乾電池式なんですよね。こんな感じで電池が入っていますね。私最初に単三電池と言いましたけど単四電池2本ですね。単四電池です。それで乾電池式のキーボードのいいところとしては、単純にね充電タイプよりもバッテリーが長持ちなことが多いですし、あとは充電用にねケーブルを1本用意する必要もないのがいいですよね。電池式だったらね、例えばですけど満タンの充電池を2セット用意しておくことで電池がなくなった場合には電池を入れ替えれば一瞬で復活できますし、充電中にもねケーブルが伸びているとかそういったことが全くないので、私的にはねバッテリー式よりも乾電池式をぜひ押していきたいんですよね。余談ではあるんですけど、ここに入っている電池は純正で最初についてきた電池です。1年半経った今も電池は一度も変えたことがありません。はい、それでメリットの最後なんですけど、これはね1年半経った今ようやく思うことではあるんですけど、このキーボードねかなりコスパがいいです。これだけ多機能でタブレットスタンドもついていて、しかもあのロジクール製ということで結構お値段が張るんじゃないかって買うときに思っていたんですけど、意外と6000円前後で買うことができるんですよね。キーボードで言うと安いものを選べば1000円台からあるので、それに比べたら決してめちゃめちゃ安いというわけではないんですけど、こういった一発のキーボードって1万円ぐらいするイメージだったんですけど、意外とね6000円台で購入することができたので、まあ、ちょっといいキーボード欲しいなって思った人でも手が出しやすい価格帯なんじゃないかなと思います。はい、ここまでは良かったところですね、メリットの部分をお伝えしました。では次に1年半使って見えてきたちょっと気になるなとか、もうちょっとこうだったらいいのになと思うデメリット部分をお伝えしていこうと思います。はい、気になった部分の一つ目なんですけど、まずこのキーボードなんですけど、高さ調節みたいな機能はついていません。これは先端にタブレットを載せなきゃいけないためだと思うんですけど、最近ねこういうキーボードとかって外付けのキーボードは安いものでもこの背面にキックスタンドがついていたりなんかして高さ調節や角度調節ができるものが多いと思うんですけど、この K780 は基本的にこのまま平らのまま使うという感じになります。で、角度調節でいうとこのスタンド部分ですね、タブレットスタンドの部分も角度は1種類だけという感じになっているので、例えばこんな感じで iPad をセットした状態でもうちょっとね倒したいなとか、光の反射を避けたいからもうちょっと内側にしたいなとか、そういったことはできないんですよね。なのでどうしても光の映り込みが気になる場合なんかはこう横方向で反らすとか、そういったことしかできないですし、自分の今使っている机の角度に合わせて角度調節をするといったこともできないといった感じで、例えばノート PC だったりだとかマジックキーボードだったりだとかでできるような角度調節の機構はついていないんですね。これはちょっとだけ残念かなといったところですね。あくまで簡易的な立てかけるだけのスタンドがついているという感じですね。はい、続いては気になる部分というか、これちょっとだけ欲しかったなという機能としてはバックライトですね。 K780 にはキーを後ろから照らしてくれるバックライト機能はついていません。まあ、室内で使う人がほとんどだと思うのでそこまで問題ではないと思うんですけど、ちょっと薄暗いところでキーボードを照らしてくれるような機能がついていないので、まあ、私みたいに、ね、タッチタイピングが苦手な人間からしてみると暗いところでは使いづらいかなといった感じですね。はい、続いて気になった部分というか、これも欲しかった機能というか欲しかったものという部分なんですけど、できればこのキーボードのテンキーレスモデルがあったらよかったのになと思います。テンキー付きのキーボードの中ではかなりコンパクトな方でマウスとの行き来もまあまあしやすい方だとは思うんですけど、やっぱりテンキーレスやノート PC に比べたらちょっとね幅を取ってしまうので、まあ、ちょっとねマウスとの行き来にもたつきがあるかなといったところはあります。で、一応ね
ね、このロジクールの K シリーズの中でも下位モデルは点キーがついていないモデルだったりするんですよ。ただちょっとね、スタンドがついていなかったりだとか、カラーがダサめだったりだとか、そんな感じで、なので純粋にこの K780 の点キーレスモデルが欲しいなといったところなんですよね。本当にね、このあたりは1年半使っていて、まあ、わがままになってしまったというか、欲が出てきてしまった部分なんですけど、こんなにいいキーボードなんだったらバックライトが欲しいなとか、点キーないモデルがあったらいいなとか思ってしまいましたね。はい、ということで今回は私がメインで使っているキーボードをですね、自宅で iPad と PC を併用したい人にバッチリなキーボード K780 を紹介してみました。この1年半の中でも結構右往左往していたというか、 Apple 純正を使ってみたりだとか、違うキーボードを使ってみたりだとかしたんですけど、ここ最近はね、特にユニバーサルコントロールを使い始めてからはこのキーボード一択という感じで重宝しています。で、このキーボード皆さんにおすすめでぜひ買ってもらいたいんですけど、動画をね撮ろうと決めてから発覚したんですが、このキーボードは今のところです、この動画を撮影している2022年5月29日現在、 Amazon では1から2ヶ月待ちということで、まあ、廃盤になったわけではないと思うんですけど、なかなかね供給が遅れているみたいです。やっぱりロジクールとしても今はメインだと MX シリーズとかになってくると思うので、そのあたりの生産を優先しているのかなと思っているんですけど、ちょっとね待つ感じになるのかなと思うので、購入したい人はね今のうちからポチっておくのがいいんじゃないかなと思います。もしかしたら楽天とかにあるのかなと思っているので、もし見つけたら URL の方貼っておきますので、概要欄をチェックしてみてください。はい、ということでここまで見ていただいて本当にありがとうございます。このチャンネルでは他にもいろいろ iPad の動画出してますので、よければ他の動画もチェックしてみてください。それと今回の動画が良ければチャンネル登録やグッドボタンで応援していただけるととっても嬉しいので、よろしくお願いします。あとですね、最近 Twitter のアカウントを YouTube 用に作りました。動画で紹介していないガジェットの話なんかもちょいちょい出していますので、興味がある方はチェックしてみてください。はい、というわけで以上となります。私はというと6月7日の WWDC がかなり楽しみです。 iPad にもね、何か革新的な進化が訪れるんじゃないかと個人的にはワクワクしております。お付き合いいただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。メルルーサ丸岡でした。バイバイ。